では私カグラギ・ディボースキがギータ国王の王者カリバーを使ってパピオン王者の変身の講座をしていきたいと思います。まず剣を片手に、そして手前で回して一気に前を向きます。そしてまずここのパピオンをパピオン、そのまま簡易変身をしても良いのですが、ここは一旦順番通り。そして気持ちを込め、バグナラクを倒すという心を元に、妨害武装。これでパピオン王者に君も変身です。